骨折 .com の清水です。超音波、こちらのボックスに入っている状態から実際に入っている内容物の確認を行っていきたいと思います。この動画をご覧になっていただくことで、レンタルしてみたいけどここのお店大丈夫ですとか、機械の使い方に不安のある方が少しでも安心を得られれば、と思ってますので、どうぞ楽しんでみてください。はい、それでは実際に中を開けていきましょう。開けるとこんな感じのものが入っております。返却の時も同じものを使っていただくんで、届いた時と返却してた時もこちらを使っていただきます。なんで壊したりしないようにしてください。じゃーん。で、1個目がクイックガードですね。操作ガイドが入ってます。返却日程表、お客様のお名前、超音波が届く予定日、利用期間、返却していただく日にちなどが記載があります。で、あとはですね、この中に、超音波の充電器、ジェル、超音波に使うジェルになってます。紙バンド、2つのプローブが入ってます。そしてこちらでございます、超音波の本体です。この以上7点ですね。7点がボックスに入って届くようになっています。で、実際にね、こういう風にちゃんと消毒して袋に包まれた状態で届きますから、ちょっとね、繊細な方にも安心して、これいかがでしたでしょうか。皆さんに元気になってもらうためです。頑張ってますんで、何かあったらぜひぜひコメント欄にも残してください。そしてこの動画をですね、ご覧になって少しでも良かったなと思ったら、いいねボタンも押していただけると嬉しいです。それでは以上です。またアップしていきますんで、ぜひぜひご覧ください。以上です。